ハルトの戦いは1499年2月20日にオーストリアブレゲンツの南東の町ハルトで起こった戦闘。シュバーベン戦争における最初の大規模な戦闘で皇帝マクシミリアン一世指揮下の新生ローマ帝国とスイス同盟の間で繰り広げられた。主にシュバーベン同盟出身の1万人の帝国軍と少数のスイス傭兵が戦い、結果的に スイス軍が勝利を収めた。戦闘は1499年2月20日の朝方、寒くて霧がかった日に勃発した。戦闘地域は元オーストリアの最西端、ブレゲンツのほぼ南西であり、ちょうどボーデン湖の南東の方向にあたる。まず帝国軍は湖岸に位置するハルトの南方の町、イキストトルステナウの間に前衛部隊を配備した。そしてその前衛部隊は、 ライン側右岸を更新し、侵入するスイス軍の前衛部隊を攻撃して、ハルトの方へと後退させた。スイス軍の報復攻撃を警戒した帝国軍は、急いでラウテラフ派の町の近くで臨戦体制に入り、火砲を設置した。その間、スイス軍の本部は、戦闘地域に到着し、帝国軍に、 その卓越した火砲を有利に使わせないため、巧みに攻撃渋滞を展開した。両軍ともに主に不評で構成されており、多くはパイクと呼ばれる非常に長い槍で武装していた。またその他の兵もハルバードと呼ばれるサウジョ武器を持っており、これらを合わせて非常に奥行きのある不評戦闘渋滞として配備された。小柄な男性はこの渋滞の周りで、 クロスボーやアーキバスと呼ばれる初期の前装式銃を用いて戦った。帝国軍は砲兵隊と武装機士小隊を持っていたが、彼らが戦場で馬に乗っていたのか、不評渋隊の間を歩行していたのかは分かっていない。スイスの攻撃渋隊は帝国の陣地を吸収し、帝国砲兵の防御砲火の強さに苦戦するも強い闘争心によって前進、攻撃を続けた。 スイス軍は帝国の不評渋滞と衝突したが、そのシュバーベン同盟軍にたちまち混乱を引き起こし、その後敗走させた。シュバーベン同盟軍は撤退できず、結果としてたくさんの逃亡兵が虐殺された。このような敵の虐殺はスイス兵の監修でもあったため、シュバーベン同盟兵はこの監修を知り、パニックに陥ってブレゲンツに逃げた者もいれば、 付近に停泊していた3層の船に乗り込もうとした者もいた。しかし校舎は戦闘の中で転覆して沈み、たくさんの逃亡する不評や騎士が出来死した。また隠れられる場所を探した者もいたが、厳しい寒さの中で夜を明かせるほどの装備もなく、野ざらしのまま死んでいった。勝利したスイス兵は、組織的な追撃よりも略奪を追求し、そのずさんな追撃の中で、 大きな威力を発揮した。しかし結局戦いの終盤には数千のシュバーベン兵の死骸が戦場に散らばり、最終的にはハルトの教会の外の大規模な墓地に埋葬された。ありがとうございます。